原子力規制委員会が設けた原発の新規制基準ではテロなどに対応するための設備を備えた施設の設置を義務付け島根原発2号機では原発本体の審査に合格してから5年以内となる2028年8月が期限となっていて設置できない場合は運転の停止を命じるとしています。原子力規制委員会はきょうの会はの合で 中国電力の設置申請内容について島根原発の2号機の施設で耐震性や津波対策などが基準を満たしているとする審査結果の案を取りまとめ事実上、合格とすることを決めました。丸山知事は設置原子力規制委員会では今後 経済産業省と原子力委員会から意見を聞いた後、正式に合格とし、中国電力に伝えるとしています。中国電力は現在、これらの施設の建設を進めていて、2028年8月までには完成するとしています。